昨日チュンさんが特大満州を当てたので今日は超ご機嫌です。今日はチュンさんの取り合いになるかもしれません。ハッピーバースデーチュンさん、ハッピーバースデーチュンさん。あれ、なんで奥さんに逃げられたんだろうね。ラビン、どうだ、我慢しちゃい。なんと今回はボート我慢時代カップ開催です。来ました。冠の名前をいただいて、ありがとうございます。今日はね、今回ね5日制ですけれども4日目準優日ということでございましてね、準優日ですね、一番楽しいですよ、ということですね。今回は1年間で全飛行機で分かれて勝負してまいりましたけれども、ありましたね、はい、前回ちょっとね収録お休みになっちゃったんですけど、なんとまあ期間的にですね前期チャンピオンが決まりました。お前期チャンピオンは前半戦でね、前半戦珍しく声張ってん、前半戦チャンピオンは、翔くん、僕ですか。もう分かっちゃってたよ、もううっさいよ、もうすごい、ごめんなさい、すみません、もう分かっちゃってた、大差だよ、大差。ちなみにですね、トップの翔くん、はい、まあ今一応最下位のマリオ君、はい、その差、72万円です。 72? 72万円になります。あえて言わせていただきましょう、はい、たった72万ですね。おいー、さすが。最近だってマリブあれらしいですよ、仕事してる時に一番楽しいですよ。家にいるより仕事してる時が楽しいんだよ。もう72万でそもそも絶対絶命なんですよ、はい、追い込まれてください。オーバーキル回ってない時の一言、僕が家で何があったか知らないけど、なんかボロって言ってたんで、仕事してる時が一番楽しい。大変だよね、恵まれて水面見ながら言ってました。はい、仕事が一番。でも大丈夫マリブ、はい、そんなマリブに朗報だから、オープニングで言ったじゃん、はい、今日昨日60万買った男がいますよ。おそうだ、60万。なんなのラビューって。いや、あの男、あの男の60万はすごいですよ、今日乗ってるから。だから僕とマリブはもうチュンさん欲しいですよ、使える手は何でも使って。しかも今日あれでしょ、誕生日。そう、実は誕生日なんですよ、今日誕生日。いや、だからもうこれ持ってますよ、今日は整いましたよ、あなたを倒すために。はい。あ、マジでムカつくな。はい、いやいや、それは頑張ってもらわないと。腹立つな、腹立つ、本当に。嫁のことを丸々シュって呼んでるくせに。いや、なんで、何ですかそれ、何ですかそれ。だから嫁さんが例えば夏美って名前だったら、はい、夏美シュって呼んでる。僕お会いする機会あって、はいはいはい、仲良く喋ってたんですよ、で、翔はなんて呼んでるんですかって言ったら、え、な、まるまるシュって呼んでくれてない、シュって言ったら、こいつやめろや、やめろや、ジャスシュ、ジャスシュ。いや違う、セイマルちゃんって呼ばれてた。セイマルちゃん、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 そんなこと。何それ、セイマルちゃん、そんな生活してるの君は。まあ、ガチっすね。それはちょっと恥ずかしいね。いや、すごい、なんか良かったですよ、微笑ましかった、微笑ましかった。なおさら負けたくないですね、真ん中の人が笑ってないですよ。大丈夫大丈夫、今日大丈夫大丈夫、自慢かよ。自慢じゃないから、歌ですもん。自慢の時間かよ、なんて呼ばれてんだよお前。、まあ、ということで、はい、前期チャンピオンがジャスティンに決まりましたけど、はい、またね後期ありますから、まだ負けること可能でございますからね、はい、今日頑張って、ジャスティンをなんとかチャンピオンから引きずり下ろしてほしいと思います、はい、それでは行きましょう。ガマゴーリムーンライトポルトクラブがサービス開始。
スガマゴーリをお得に楽しもう。さあということで第1レースからね、やってまいりますが、なんと前期チャンピオンのところには腹立つわ、豪華なねアフタヌーンティーセット。腹立つわ、なんでボートの番組でアフタヌーンティーセットかちょっと分かんないけどね、まあ、優雅にってことですよね。めちゃくちゃ優雅だ。結構すごいですね。お菓子3段階マカロン食べていいの？食べていいんですよ、食べていいんですよ。マカロンと飲み物もあります。入ってる、はい、ちゃんと入ってんじゃん。入ってます。ちょっと、だからティーをね、ちゃんとね。腹立つなぁ。うわぁ。あえコーラだ。コーラだ。あ、ちゃんとのために。自分の好きな。ってますね。ちゃんと好みを熟知してる。超嬉しい。キングの。すごい。うまっ。引きずり下ろしてなあいつ。いや、正直、今日ボート、ね、ガマ一大カップじゃないですか、うん、はい、うわー、今年もやらせてもらえるんだとかウキウキ気分で来たんですよ、ね、嬉しいよね。で、ガチャってドア開けてこれ見えたんで、いや確かに確かにこれ見えてね、これはちょっと屈辱。いや、これはやだね。そうだ、こんなのあったわ、こんなこと言ってたわっていう、うん、去年俺1年間頑張って優勝してヘルメットもらっただけだからいやいやいや、あれすげえ金かかってるからいやいや、なんかヘルメットもらって写真撮っただけだ、そんななかったぞ俺。今後はだからこういうことになってくるってことですか。そうですよ、だから、まあ、だから年間チャンピオン取ったらもっとすごいですよ。そっかそっか、すごいですよ。えらいもんで、こうティータイムしてても収録支障ないですね。ないね、確かにいつも通り言葉数違和感ないのよ、なんのキャラだよ、あいつなりの、あいつなりの、あいつなりの、ね、お兄ちゃんの目線で、あいつなりに、うん、あでもスターテン始まるよ、はい、とりあえず。さあということで第1レースから始めていきます、はい、1号手が、ね、松浦選手、2号手福田選手、3号手中田選手、4号手牧選手、5号手西尾選手、6号手龍選手という並びでございます。 B2 松浦選手、これをねどうするかと。僕ここは意外とありだと思って、なんか我慢のね、いや松浦選手、なんかガマの1列目荒れる印象だよね。荒れる印象ですね、うん、だからチャンピオンどうやって攻めるんですか今後。だって70万も差ついてるんですよ僕ら。そうだよね、まあいつも通り買えば勝てると思うんで、いつも通り買うだけですけど。まあそっか、はい、まあ僕はちょっと考えたのはやっぱ資金を作らないと、ああある程度決められた方の軍資金でやるには、確かに確かに、毎回バンバンっていうよりはどっかで勝負しようかなと思ってるんですよね。俺ここ行きますか。ここここここですか。もう見てる方もボートガマ1で何話やってるか分からないですけど、大体こうね、序盤はこうジャブ、うん、はいはい、まあそうですね、うん、逆に、はい、もうそのセオリーをぶっ壊します。山本キットみたいなのが始まりだ。あもうもういきなり飛び膝だ、飛び膝で4秒で、あっていうのももう我慢できないです。かっこいい、もう我慢できない。もうオープニングのこともあったからね、はい、なんだよセイマルちゃん、やめてくださいそれは幸せじゃねえかよ、マルちゃん。本当に、ね、どうしよう。いやだからあとはどこで、ラッキー男中さんを捕まえるか。あ確かに、あそっか、逆に1レースで行くってのも手だし、じゃあもう1レース目から全力で行きます。栗山さんは中さんに、中さん行って、俺はもう中さん行く。あじゃあいいよ、うん、俺じゃあ1レース目から行ってみるわ、はい、初めてじゃない防火まで。いやいいんじゃないですか、でも茶でも飲んどけ、頑張れバーガー。なんか変なキャラ、変なキャラ出てきた。いや俺行こうかな、じゃあお下品ですよ、行くわ、ちょっと中さんとこ、いやちょっと行ってきてください。いやもう僕らももう勝負かけなきゃなんないというか、変化が必要だということで、マリンは1レース目からなんかよくあるけど大勝負で、僕は1レース目からまさかの中さん。いやいや、あどうもおめでとうございます。いやいや、クリさん、クリさん、はい、今日もしかしたらクリさんが見えてるかもしれない。どういうことですか。1レース目来てもらいたい、来てもらいたい。いやこれマジな話だ、ほんとスーパーラッキーかもしれない。でもほんとそうですよね、昨日60でしょ勝ったの。9万周を500円持ってたんですよ。で45万で、その他にも満周取って、そうなんです。なんかもう昨日は申し訳ないぐらい、で今日誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あこんな最高です、フィリップ・モーリス。いや、でもここは本当クリさんに教えてほしいです。もちろん4羽玉マキまあでもまあまあまあ今回のマキ様す
素晴らしい。マキさんもうあの調整しきりました。マキさん、マキさんで4でいきます。4で買わなきゃいけないのは6。3はどうだったんですか。あ、3はすごい評価も高いし。あ、そうっすか。まあ、僕はないと思いますね。で、あと保険で僕は、僕はでも保険だと何全136が買おうかなと思ったんです。それ中さんが60万あ、取った時はフラケン全13の6、それが僕の軌道の完璧な。だ6が3着ってことですか。3着です。でも僕は次46で買いたい。46全部買います。なるほど。46だけでいいんですか。4頭あ、もう46だけにしときました。本当は4の126、126は4の126、126が本当は買いたいですけど、僕は46全の方で絞ろうかなと。な、結構もう行くんすかよ、思ってるから。やってん何今のなんか出た行って怖い46ね、OK です。あと全136はこれは僕の。でも買いますわ。それは中さんの誕生日っていうのもあるし。あ、嬉しい。買います。ありがとうございます。ご機嫌だったよ。まあまあでもここはせっかく聞きに行ったんで、ちょっと一戦目は中さんに乗ってみます。僕チャート出た。はい、出ました。1と4がいい感じ。1と4、まあでも2番3番やっぱきついんだな。はい、これもう折り点は1番2番がいいよね。そうなんですよ。折り点は1番2番がいい。だって2番の福田選手1周タイム1位だね。あれで回り足に直線に天使タイム以外全部ついてるんですよ。それはちょっとな。伸び以外みんなあるって感じ。うん。さあ、じゃあ1レース目あと10分ぐらいでございますから。はい、もう一発目でね、キングをね、蹴落としてくれると。いや、本当にそれ非常に今日面白くなるんでね、今度頑張ってほしい。はい、はい、いきましょう。はい、おはようございます。チャンピオンでございます。このレースは逃げます。1前4と14前で、1前4の方が1000円で、14前の方が500円入れてます。今日は主役はお二人なので、僕はまあ的中してね、見学しておこうかなと思っております。どういうことですか。あ、どうぞ。腹立つ。どういうことだよ。いや、もう僕は中さんを信じますよ。今日ハッピー男の、中さん4頭もう言ってました。46前を1000円ずつで、ちょっと保険じゃないけどあれして、4006も僕500円ずつ足してます。でかっ。4006で全136、中3名、それもこれは買わされました。はい、買わされました。で、まあ1万円、まあ、まあ46はもう全満州だったんで、あ、ちょっと下がったかな。ばでもまあ中3は4だっつって、4と6だ、ここを信じます。信じてみます。俺は、ここみんな迷うんですよ。全体的に売れてくるんですよ。2人とちょっとね、ここ差をつけようと思いまして、はい、もうイン逃げだと思います。みんな迷ってるんですけど、はいはいはい、迷ってるからこそイン逃げのオッズがいい。確かに1、2、差し、2、差し、5000円ずつ、うえー、3万円です。でかいね。はい、だこれ10万コースもあるんで、いやでもしっかり取れれば、うん、僕とマリブはこう変化必要だと思うから、そうですね、うん、始まっていくんじゃないかなと思います。はい、ということで、第1レース目でございますが、今回のお土産ですね、こちら。なんと今回は入浴剤セット。あ、それガマゴリなってきたからね。まあガマゴリもうね、あの無視してますけど、僕らが取れない前提で自分が欲しいものを揃えようとしてる、ね、いや確かに意外と買わないじゃん、入浴剤って。あ、まあまあまあ、そうですね。私あと駄菓子もある。まあ一応あとね、あんまお風呂好きじゃないって人はこっちのチョコケーキと。うわ、それはカニパンだ。カニパン、 俺チョコケーキ大好き。あ、でもどれもいいな、普通に欲しい。そう、入浴剤もね、今日はね、当てていただければこちらをと、よし、マジで当てたい。まあ結局のところボードレースって嗅覚ですから。そうね、まあそうだね、はい、インが逃げるのか逃げないのか、この嗅覚、はい、シンプルですよ。だから、はい、でこれ来たとしたら、ここで中さんを使えた栗山さんの嗅覚。そうだね、あー確かに、したらもう今日中さんずっと使ってもいいんだよ。え、たまにか、あ、貸してもらっていいですか。あいつには貸さないでな。あ、いらないっすあいつでも中さんで確か中さんで200万円とか取ったよ。中さんで取ったんだよ。中さんで取ったんだよ。あ、そうでしたっけ。もう切ったの。はい、あ、もう切ったんだ。大丈夫です。すぐ切り捨てるタイプだ、あの社長。切り頃、切り頃だった。もう切り頃です。ドライだなあいつ。切り頃。いつか俺らも切られる。切られる、切られるよこれ。腹立つわ。風はないね。ないのよ今日ね。いい天気、秋晴れですよね。マリブさん当たれ、マリブさん当たれ。
タイガーウッズのなんかタイガーウッズのやつだ。マリブさん誰？クリさん誰？呪われた気がする。クリさんもマリブさんも誰？なんだなんだこいつ。どっちも誰？なんだよこいつ。マキ選手ほど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 。マキ選手伸びて。どっちも誰？揃うね。揃ったね。普通に逃げて。鬼のように揃った。ああでも位置がちょっと狭いか。これ逃げれる？逃げれたらもらえだろう。あ、やばい。5が来てる。あ、まずい。逃げた。あ、5が来てる。うわー、西尾選手。あー、まずい。西尾選手。マジ1号だ。1号めちゃくちゃつくよね、1号。いや、マリオさんまだある。まだある。マリオさんまだある。西尾さん、このメンバーに負けねえべ。いや、6もいるわ、でも。あー、1号だな、これ。いや、4ビリなんだけど。4ビリなんだけど。4ビリだ。西尾さん、うまかった。まくり差しって感じでしたね。そこで出る西尾さんあるよね、たまにこれ。たまにあるんだけど、今日出んの。あー、西尾選手これ抜かれないぞ。西尾選手はこれ決まったでしょ。これはできたか。いや、マジでもう終わったろ、チューさんの月。これはおかしなレースですね。レースのせいにした。レースのせいにした。別におかしかない。西尾選手がちゃんとしっかりしてたってだけでしょ。あと11レースあんの。持たないでしょ。持たないよ。こんだけ負けて帰ったらお前やばいぞ。このペースやばいっすよ。やばいよ。鎖鎌持って待ってるんじゃん。そのペースで負けてったらシュン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 の音で寿司のバイキンみたいな。やだー。家で螺旋から降りて。1号さん、1号さん、うわ、これはつくよ。これはちょっと悔しいな。手出ないわ。うお、6170円、24番人気でございました。やばいな。いや、これまずいよ。だって頼みの綱だったもん、チューさん、俺今日ねえ、うん、切り替えましょ。もういきなり1マークでもビリになったじゃん、はい、もうないよ、あいつ全然突き抜けなかった。いい切り時だったと思うね、チューさん。よかった、見えてるね。さあ、じゃあ行きましょう、第2レースですね。これ準優組は、準優組はね、いますよ。こちら準優組が、3号艇新田選手、4号艇中島選手、まあ、フレディですね。そして15レースの米田選手で、米田選手がハイモーターの評価ですね、ガマスポでは8。なるほど、 8？ うん、6がいいのもな。で、1がなんかスタケン遅れてるのも嫌だな、これちょっとな、うん、1号艇の瀬川選手のまあまあ年間イニング率が大体 16.7% というところなんで、その16%をここに持ってこれるかと。このコーラをね。このコーラ注ぐ音腹立つわ。はい、一緒予想しまって。あの、お気になさらず。いや、絶対助けないぞって目で見てました、俺は。あのセットいじってる最中も俺は絶対助けないぞって目で見てました。はい。勝ってるから聞かないですよ、こういうの。ね、聞かない ね, ね。そう、もうマニーが全てなんで。なんとかね、チョウくんのケツに火をつけたいというかね。あの、すごいやる気あるんですけど。お、いいね、これ。3枚なくなったんですよ。確かにな。そうね。いや、いっ、あの、日が沈むぐらいまでには、捜索したいんですよ。そうだね、はい、一回戻したい、ね、ちょっと戻したいんですよね。一回戻したいね。あの勢いで行ったらもう本当に破産しちゃうんで。そうだよね、一回戻したい。そう、少額でコツコツ、うん、あの捜索願い。うん、唯一楽しいと言ってる仕事が楽しくなくなる可能性もあるからね。それだけは、これだけは楽しく、それだけは、ね、唯一でもないけどね。自分で言ってない。俺ら何も言ってない。そうだよ、着色してないよ。うん、俺かそれ。おめえが言わねえだろ。これインカップかね。スタートってもともと速い選手ですよね、平均スタートっていう。そうですね、悪くはないですよ。これ選手ごと出ますよね。例えば平均スタート速くても全速じゃないとか、はいはい、あ、そうね、だとやられちゃう。確かに。で、意外とですよ、2の逃がし率高いんですよ。あ、壁になった。そうなんですよ、壁になった時に1が逃げちゃうっていうのは、そう、1単体だと難しいと思うんですけど、2のタイプ的にこう逃がしを作っちゃうっていう可能性はあるかなっていう。あとは、まあ、よくあるじゃないですか、準優日の前半レース頑張るタイプ、頑張んないタイプみたいな。分かる、結局勝つじゃんっていうのとさ、あるあ、全然いかないじゃん、この人みたいな。ある。
それどうすかねっていう。新田選手はでも準優組でしょ。準優なんですよ。だそういうとこですよね、踏まえて。まくってまで行くのかっていう。多分あると思う。俺お前とは喋ってない。あ、いいですよ。ちょっとクリさん、一応2人に伝えたいんで、チャートを。あ、ちゃんと早い。はい、3と4が右矢印の上。2と6もそこにいます。この4人がいいらしいです。2、3、4、6。あ、でも、まあ、分かりやすいよね。5が一番下です。そこで1がちょっと左側にいます。だから参考にしてください、これ。高橋アナの1からあれだから。はい。お前がやったやつじゃねえじゃん。高橋アナのに参考させてもらいますっていう。あ、でも一緒の感じだったんで。なんで一緒の感じ、チャート人事とかもいた感じ。高橋なんかそんな感じで喋れるのかじゃあ。無理でしょ。肩組めよ、お前。高橋無理だろ。できるわけじゃないですか、そんな。普通の意見言うなよ、お前は。滑り死ぬの。こういうダメージの与え方が。あら、あれ金額の差以上に。できるわけないでしょ、そんなの。普通のやつの意見言うな、お前は。すげえ、普通のやつ。これ。すげえな。え、だからチャンピオン何買うんですか。僕はもう当てに行きたいんで、ニアタマかな、まずは。あ、まあね、ニアタマ、三頭かなと思うんですよ、この2人どっちか。うんうん、で、あとは広く行こうかなと思います。でもキングってむずいっすよね、なんかどうしていいか分かんないですよ。あ、まあね、追われる側はね。そうなんですよ、あの、そう、それに関してはごめん、お前分かる、俺も去年追われる側だった時あるから。あー、そうでしたね、クリさん、分かるよな。追われる側ってなってみないと分かんない。分かんない、確かにな、それは分かるな。そこはお前と共感できる、ムカつくけどな。3万使おうかな。オル側の意見だ、オル側の意見だ。やばい、3万使おうかな、またやばい。そうで、3レース目に帰ろうかな、もう。確かにルールあったらそうなのな、ね、かっこいい、かっこいい。2レース目は、2、3頭です。で、2、3着に4軸の、5を切りました。1はスタート早いといってもちょっとやっぱ逃げ率が低いので、まあ、逃げないんじゃないかなと。計6000円でございます。僕はここでさっきの中さん来ると思ったんですよ。僕ここ4です。4-6前4-6抑えて、4-3も抑えてます。で、3頭、3-4。もう3が攻めるんだろうなと踏んで、3-4でちょっと行かせていただきます。14,000。うまいっすね。腹立つな、お前。これちょっと2が私率高いってことで、ちょっと待つ形になるのかなと。そうなったら3のまくりが決まるんじゃないかというところで、3からいろいろね、8点買いました、500円で。で、2が待つことで陰が逃げちゃうとすると、いろいろあって1応2なんじゃないかなと。1応の2、3を1000円、計6000円、3万円創作舞台出したいと思います。これ言われてんの前に。え、6万じゃなくて。俺と一緒でした、6000円。ちょ、下げますわ、次金額。一緒やったらやっぱ王よりってことか。追いつかない。やめろ、バイブやめろ。おい、クリアマさんだけだと思うなよ。バイブ。3-4と、そう、4-3と。あ、準優メンバーだからね。1000円、1000円はやばい。3-4,000円はやばい。いや、もうこの辺攻めるしかないなと思って。しかも中さんってなんかこういう運持ってそうなんだよね。さっきのやつ今じゃんみたいな言われてる。ありそう。そう、ありそう。スタート、スタート。さあ、あ、6はちょっとどうだ。いや、イン遅れないか。遅れないんじゃない。マジ。も、あ、いや、ちょっと遅れた。三いいぞ。四いけ、いけ、いけ、四いけ。四いて、四いて、四いて、四いた。四いて、三が押し出して。どうなの。なんでこれ。いや、4いっちゃった。よし、4いったべ。あー、4いっちゃった。4-5だ。いや、66台いればいい。4-6、4-6で持ってる。え、やばっ。うわー、高っ。え、4-6だ。ただ、4-6の方が高い、俺。4000、あ、両方1000円だ。え、やばっ。満州だよ、4-5-6なら。4-5-6来い。いや、これ4-5-6よ。3-6じゃなかった、4-6か、フレディだ。よっしゃ。うわー、できた、できた、できた。来い、来い、来い。4-6。1000円持ってる。1000円。あっち。うわ、これ激アツ。頼む、6絶対負けないで。いや、クリさん大丈夫っす、これ。これ大丈夫じゃないか。いや、6が怖い。やばい、さすがに。いや、大丈夫。いいよ、これは大丈夫っすわ。3-6じゃない、4-6。振り作ってる、振り作ってる。それ相手にしたくない、今。ちょっとマリコ、なんとかしといてくれ。クリさん、すごい。何、え、これ4-5-6っすもん。できた、できました。できた、確定、俺これ。確定、確定。
外さないです。確定？結構あるぜ、ここから。あー、1邪魔。え？大丈夫、まだ大丈夫。あー、やばい、逃がした。やばい、やばい、逃がして、逃がして、逃がして。やばい、逃がした。マジで大丈夫です、大丈夫です。いやー、クリさん、この差はだって埋まんないっすよ。6モーターいいから。だってこれ2位勝ったら当たんないと思うじゃないですか、逆に。ほら、ここ危ないよ、ここ危ないよ。ここめっちゃ危ないよ。大丈夫、大丈夫、ナイス、ナイス、ナイス。あー、ナイス。オッケー、オッケー、オッケー。うまい、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 うまい。なんか少し渋い顔してる。頼む。いや、これはマジで頼む。大丈夫、いや、これね、指示勝ってると不安になるんだよな。危ないの？大丈夫、大丈夫。よし、おー、素晴らしい。46だ、456。うわ、勝ってるよな、456。フレディの4カード来た。よし、うわー、すげえ。これは素晴らしい。ナイスヒット。これはスマッシュヒットだな。いや、これ序盤のこれはでかいわ。確かに。満州だ、これやった。どうしよう、すげえ。お土産ね、お土産。嬉しい、コーヒーももらえましょう。早い。翔、何欲しい？俺は、うん、だって王はやっぱ取るでしょ、今日どっかで。あ、取ります、取ります。だから欲しいの選んでいい。俺マジでどれでもいいもん。これお菓子欲しいんですよね、今。あ、ほんと？チョコケーキとか。チョコケーキめっちゃ欲しいです。じゃあ俺、こっちが、うん、チョコケーキしてもらって。え？よし、チョコケーキ。まあ、それはそうなるわな。マジか。一個ブラサイクリス。あんだけお菓子あんだからいいだろう。チョコケーキいただきます。ああ、おめでとうございます。さあ、それでは第2レースは見事クリちゃんが満州ヒット。やった、あ、すごい。来ました。いや、嬉しい、久々に嬉しい。満州嬉しいですね。だからもう、うかうかしてらんないですよ。これ抜かれました、大丈夫ですか、これ。マジで腹立つわ。今、どれくらいですか？60何万は開いてる。60何万？60何万は開いてる。いや、クリちゃん頑張ってください。60万はやっぱ資金あったらでも違いますから。そうね。どこで勝負するの、今日？え、今日ですか？どっかでするでしょ、さすがに。今は地味、まあ、地味にやってると思いますけど。次やりますね、じゃあ。3レースですか？3レースやるんですか？ま、ここは、ちょっともうちょい、あの、逃げそうな時に、ゆうさん。インディゲの、とりあえずインディゲから買うから。あ、そうなんですね。いや、これを王者にしちゃダメですよ。いや、そうだね。ビビり散らしてるもんね。この答えをする人を王者って呼びたくないもん。今言われてる方は人誰か見たもんね。まあ、ここね、だから1号艇が B2 の市川選手なんで、また逃げんのどうなのと。あの、平均速度も遅いっすよ。で、大口選手、清水選手、コレサー選手、そして石橋選手、古川選手、まあ、このダッシュ4人がね、まあ、協力メンバーですよ。で、古川選手がね、このホームページだとモーター5でめっちゃ悪いってなってんだけど、そんなことないです。オール入れたよね、超罰です、ね、そんなにいいんですか？だからゴンっていうのがちょっとね、合ってないね。これは、明確にとんでもないです、これ。はい、なんでかわかんないですけど、なんか数字悪いじゃないですか、うん、だから最初なんかあんま買ってなかったんですけど、うんうん、レースとんでもないです。へえ、はい、2着のやつも4着から2着取ったりとか。なるほどね。で、なんなら1着に追いつこうとしたりとか、とんでもないです、これ。ここの準優組は、ここの準優組が、まあ、今言ったね、古川選手と、まあ、外3人だね。これ3選手、石橋選手もやっぱ、石橋道友選手ね、 A1 ですからね。いいよな、そら。でも確かにここめちゃくちゃオッズ高いですね、やっぱ割れてるというか。これでも言うて2番3番も悪かないですよね、ここは。うん、大口さん特にレース足もいいっすよ。うんうん、うん、古川選手今節スタート平均11。ただ驚きなのが1号艇市川選手もスタート中 1.8、 速い。そうなんだ。でも、だからそのタイミングで来れれば市川選手が逃げるってのもまあなくねえなっていう。なるほど、逃げめちゃくちゃ高いじゃん。そうなんですよ。これでもみんなが思うほど四五ロボックスみたいなんで決まりそうな感じはしないですよね。そんなにね、なんか内側の何かが混ざるとか、そういう気はしてますね。4ホニャ5、4ホニャ6とか、うん、さっきみたいにこう綺麗にじゃあ四五ロでいくかっていうと、なんか内側誰か混ざりそうな。3もいいもんな。これでもみんな迷わすのはね、今後ろに出てる折り点ですよ、市川選手が。いやほぼほぼフラッシュ状態。市川選手行ったらこう面白いですよね。いや、逃げ買いたくなるんですね、うん、穴がこれイン逃げって面白いですね。これ穴ですもん。穴っすね。チャートは出ましたね。おチャートお願いします。4がめっちゃいいらしいです、コルサン選手。はい、上矢印で、その下に1と3と5 1と3と5 6はそのちょっと左って感じですね。2は一番良くないらしいです。これマジで悩む、めっちゃむずない。
4のまくり、さっきみたいな基本的にはやっぱその辺ですよね、4、5もう振り切ってイン買うっての手なんですよ、うんうん、あー強いっすね、頑張れ市川君と、はい、でもインから買うにしろ広くなるんですよ、もう不安だから、もうね、2着から分かんないもんね、そうなんですよ、でもここいいの、4、1とかいいなと思うんですよね、4、1は、あいいっすね、まあ、大体マージュ、まあ高い、4,001も悪くはないかな、とりあえずあの今日なんかあの中さんの取り合いになってるけど一発目でもうあんま誰も手を挙げなくなっちゃったんだけど、まあ、1回だけで僕は大丈夫、僕は大丈夫、全然取り合いにならない、はい、まず良かった、いやもうちょっと出がらし感が強いですよみんなの最初に外してて、まあ、もういいみたいな、そうなんですよね、3レース目、僕はもう4頭に絞りました、4の、1絡みです、41で4,001、全部1000円ずつ、さすがにここは福田選手行ってくれんじゃないかなっていう、で1位はやっぱスタート行くんでまくり出し希望で1残っちゃうパターンで計8000です、僕ここちょっとイン逃げ信じてみたくなっちゃって、いやマジか、イン変えました、ただ1から悩んで4,5,1,4,5,前とちょっとやっぱ外も1個買っときたくて、まあ4もいいけど5にしちゃった感じですね、5,4,6,前16,000、ちょっと調子に乗った買い方もしてますけど、まあ乗ってる時に買った方がいいなということでこれで活かしていきます、ダブル的中もあるかもな、えちょっと変則的なんですけど14,1,4,5,3,6っていう、おー、あ、いいっすね、いいっすね、もう6の道中を信頼した買い方、あと、もう1は刺され負けだと思ったんで、2っていうところの差し系ですね、2の14,1,4,5,6っていうところをもう狙ってみます、合計7,000、さて第3レースですけども、はい、ここはどうでしょうか、なんか勝負した人いるんですか、まあまあまあオッズ的には硬いのもないんで、はい、だからイン逃げ来たら熱いよね、うん、言うて、そうですね、やっぱり、はい、イッチさんも、僕もイン逃げ買いましたよ、あマジか、よしけんなよ、じゃあ4か、いやこれ澤さんいっちゃう可能性はあるよな、まあ3番のスタートだよなこれ、うわ6がいい、6いいね、あでもいいよいいよ、あ逃げそう、逃げれるかも、うわ3番がいいよ、あ3がいい、怖い、大丈夫、3番勝負してよ、怖い、3がいるのは怖い、まずい、危ない、大丈夫、よし逃げたべ、逃げた、一応おおいや、おお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 えやべ、俺1号にね、6位ない、俺1号全です、マジか、逃げんな、いや、勝つでしょ、古川選手、俺5,1だけ外してる、これ1号6高いよ、古川選手、古川さん、古川さん、古川選手帰ってこい、やめろ、え、4焦げてるよね、うわ、やばい、これ決まる、あー、ダメだ、いやー、ちょっと待って、1、また満州1000円持って、やば、うそー、うわ、これ、1号6これも1号6超でかいのに、これね、4が焦げちゃったのよ、これ3人が焦げたら決まり、うわークリちゃん来た、やば、来た、今日俺の日だ、1号にこれまた1000円持ってんすか、1000円、マジっすか、やば、ドタカメっすわ、石橋さん、ご強いね、やっぱり、そしてこれ沢さんが準優勝に、いやでも市川選手だもん、これここか、そうですね、逃げてくれた市川選手がマジで頑張ってくれた、あそこ石橋さんに、これはでかいぞ、いや流したんですよね、今日完全に栗さんの日ですよ、栗ちゃん来たわ、やばいっす、1000円ですもんね、マジで嬉しい、これ沢選手どうでしょうか、準優ね、怪我なく出れるといいですけど、うん、それはね、さあ決まります、152でございます、うおー満州だ、2連続半端ねー、これはいいっすね、え、マジで追いつけるじゃないですか、いやマジで頑張ります、あまたこれもらいますよ、賞取ってほしい、取っといてやっぱあげたいかなと思ってんだよな、いやそりゃだってね、うん、でも俺お風呂系欲しいな、あなるほど、じゃあカニパンっすね、全部食い物、全部食い物、バレてるわカニパンか、バレてた、いやでも賞はテンション上がったら取っといてやろうか、マンバリするなら取っといてやるよ、次、本当っすか、するなら取るよ、だしないじゃん、いやします、次します、じゃあ取っといてやる、やった、じゃあお風呂なんかもらいます、これいただきます、あいいですよ、はい、おはようございます、これ
これちょっと…いや、いや、もう、いや、気にしないで、気にすんなって、その顔、気にすんなって、気になる顔してたんだって。マリコ、仕事場なんだっけ。え、仕事場はなんだっけ。一番楽しい一番楽しかったということで、第3レースもなんと連続マッシュ引いてくれちゃう。すごい、すごいっすわ、これはでかい。いや、マジで嬉しいっす。久々に神回じゃないですか、これ。そうっすね、いや、とんでもない神回ですね、うん、頑張る、マリ頑張るって。俺もそっち側に行きたかったんですよ。はい、はい、ただ、僕にできることは栗山さんがマッシュ当てたからコーヒーっていうのを受け取るだけです。恩恵を、恩恵を、ありがとうございます。あ、はい、もう今配ろうとしてるんで、はい、もらいましょう、もらいましょう。すいません、どうぞどうぞ。コーヒーです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、とんでもないです。当てましょう。神回になるってことは、これ見られるってことですよね見られちゃまずいんですかいや、なんか情けねえなと思ってそれでは第4レース、こちら宮脇選手陰線。ここもまたね、25歳福岡の、まあ、若手陰線、非常に難しい。そして片山選手、今度ここ B2 で、3番浅野選手、4番島津選手、ここ A 級来ての、野添選手来ての、大外はまた北野選手、これ A1 なんで、ね、そしてこう準優メンバーは3番手渡辺選手、4番手島津選手、6番手北野選手が準優メンバーでございます。ただこれ、むずいじゃないですか。むずいおかげで助かってるんですよね、オッズ的には。あ、そう、そうだね。紐解けば満州とか60倍、60倍満州、満州なんで。確かに、だって分かりやすすぎたらもっと低いもんね。そうなんですよ、少ないお金で勝てる日なんですよ、うん、後半順位はね、ガチガチの可能性もあるから、うん、この間稼いで、うん、で、晴れればいいからね。確かに、一番いいです。でも、うん、すごい顔してるけど、いや、違うんですよ、あの、もうカスカスのお金の状態で一桁オッズしかこなそうみたいな未来が見えたんですよ。え、でも翔くん行くんでしょ、今日ここ。あの、だって俺カニパン残したよ。カニパン欲しいんだ。動きますわ、ちょっとここは。でも軸は6なんですよ、さすがに。でも 4もいいかなと思ってて、4と6は絡むじゃないですか。あとはもう1なんか2なんか3なんかだと思うんですよ、この3人どれか。うん、俺逆にもう宮脇くん、もう信じる、ここ信じてみようかな。いや、はい、でも分かる、はい、分かる。ここつくでしょ、これだって。これめちゃめちゃつきますよ。しかも、ガマ通りの成績ないだけで、はい、他では別にいいんですよ、ね、そうなんですよ。で、そうなんすか。いい、いや、僕の未来を預けるにふさわしい選手かなと。宮脇くん、あなたです。お、宮脇くん、いい迷惑ですね、はい、これはいい迷惑ですよ。うわってやったら、最悪。マリコが指さしてきたよあなたです大好き、ラビュー最悪宮脇ラビュー買いしようかな、ちょっと。っていうのを選手の間でやつはおもろいよ、ね、言い合ってたらね。うわ、マリブに買われてるわ。俺マリブに押されてるらしいラビュー来たやって。でも僕も宮脇選手はマジで、うん、なんか狙うにはありだとは思ってましたよ、ちょっと。クリマリが、クリマリが押してます。マリブ1、6がもう意外と売れてるよ。20倍とか。本当だ。センチタイムはね、あー、出てる。一瞬タイムもトップだ、一瞬トップか。いや、北野さんやっぱいいな。いいよ。チャートは出たんですけど、スリットは2が一番良くて、これぴょんぴょんいますね、1人。え、4でしょ。はい、うんうん、合ってる。いや、俺4買おうと思ってるんですけど、安いんですよ、結構。4ぴょんぴょんなんですよ。さあ、じゃあ残り8分です。フェイクテスト、はい、はい、さあ、後半に詰め上げていきましょう。はい、4レース目、カニパン狙います。僕はここに行きます。4頭、4、6の1、2に、マンバリン2点。うわ、おお、ありそう。4、1、2、6の方、こっちは抑えなんで、5000円、まあ、ちょっと豆買いですね。計3万円、これでいきます。こっちはカニパンで4、6、もうまくっての4、6です。全然ある。4、6にやったら48万です。うわ、あるね。行きましょう。いや、いいですね。僕でもそこは悩んだけど、そこはじゃあ先に見せますけど、保険で僕は抑えてます。46で4,600、はいはい、1,000円です。ここはちょっと抑えにしました。勝負は変えました。こっちですね、146164、ここに5,000円ずつ。おお、逃げか。4,50倍あるでしょ。ここに勝負して、あと6頭6141,34も買ってます。で、全部で22,000円。ちょっとここで勝負させていきます。
栗山さんとどでかいところダブル的中があります。お146マンバリ来た、おー、はい、いいっすね。これ30万超えるんじゃないかなっていうところなんですけど、で返しの164とか僕は2000円にしてます。で、まあ、14前だったり124、134、13の56ってところを、まあ、散りばめて、買ってる感じですね。金額的に保険も散りばめながらマンバリもしての19000円。さあそれでは前半ラストでございます。146で2人ハッピー、はい、うんうん、っていうか賞に追いつきたいじゃん。そうっすね、これ当たったらちょっと焦らせたい。だいぶ近づくんじゃないか。いや、だいぶ近づきますよ。3万張ってるもんね。はい、もうやばいっす。なんか腹立つわ。やばいっすよ、抜かれちゃう。どうしよう、ちょっと本当に抜かしてやりたいっすね。本当に抜かしたい。あー、不安になってきた。宮脇くん頑張れ、宮脇くん頑張れ。全てを救ってくれ。角一発で。さあ前半ラスト、4が伸びる、ここから伸びろ。ちょっと1番のスタートどうか。いや、持った、いってるいってる、それ、うわ、4がいってる、うわ、4がいっちゃった、いけ、いっちゃった、1持って、頑張れ、よし、いった、あー、いっちゃった、4が出るんじゃない、これ、あー、4だ、4-3、あー、4-3はないんだよな、4-3、4-5、これ、6が3着入れば俺1当たる、4-3、4-5、4-5-3か、そっちか、いや、6ない、なんとかなる、6、なんとかして6、3着に、4-5-3高いな、また。いや、6あるでしょ、うわー、ある6あるでしょ、あるある、うめー、来た、うまっ、うめー、めちゃくちゃうまかった今。いや、安いけど、全然いい。456、人気戦ですね。北野選手、今めっちゃうまかったな。保険で、いや、でも46、あ、46になるかも。北野さん、うまっ、北野さん、もすげーや、46だ、いや、足いいわ。46でも持ってるんですか。持ってる、46前、406持ってる。いや、5じゃダメなんだよな、俺。宮脇くん今から、もうなんか4着ぐらいになって、ちょっと攻めて、映って映って、映って、映れ、どういうメンタルでそれ見てんの。攻めて映って家族じゃん、もうそれ。両親の気持ちだよ、こっからよ、こっから、そうだよ、大事、ちょっとでも映って、映れ、映ってよ、映れ、そうか、ここ本命決着か。でも北野選手もこれ6じゃなかったらもうね、北野選手だからか、これ準優11レースの1号艇はちょっと鉄板級かな、鉄板だと思います、うん、さあ456、うん、見事3連続的中、すげえ、すげえ、いやマジで今日いける、今日来たわ、俺今日賞抜きますよ、今日抜く、はい、今日抜きに行きますよ、やばい、くそ、マジで腹立つ今の、今日坊主だ。あ、マジで応援してます、はい、ありがとうございます。26,500円バックか、だからちょいプラだけど、ここはまあありがとうございます。いや、あの彼の心境もね、ちょっとね、あ、ごめんごめん、いや、あの今いくら負けなの、え、今今日62,000。うわ。さあ、じゃあ後半ちょっとね、はい、じゃあ終始もね、ちょっとまとめて、はい、後半戦ね、巻き返しにいきましょう。マジで応援してます。ここ行きます。おっ、貴族と卵を食ってる人に挟まれてる、やめて、ついない、ここでいい、よし、恥ずかしい。しますよ、もう全部いきます、全部、はい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 。